はいどうも、今回は神奈川県横浜市保土ケ谷区にやってきています。和田町のあたりにいるんですけども、和田町といえばどんとこ屋さんとか八屋さんとか結構ね好きな家系ラーメンのお店多いんですが、今日は全然違うこちらのお店、超有名店
い、ということでいただいてきました札幌ラーメンどさんこ和田町店、今回は味噌ラーメン、そしてバターとコーンをトッピングでいきました。まずもうね、入り口もそうだけど店内入ってまずいろんなものが目に飛び込んでくるんですけども、扉のカラーリングだったり、テーブルの感じだったりとかは本当にこう自分の世代には懐かしい、こう昭和っていうんですかね、もう本当に子供の頃にこういうお店あったなみたいな感じをそのままあるという感じでしたね。で、壁にかかってるメニューも本当に数が多いんですけど、あれもこう紙じゃなくて板がこう壁にかかってるタイプで、まあ、そんなのもちょっとまじまじと見たくなるようなお店の内装だったんですけども、肝心のラーメンの方はこれ味噌が、コクがぐっと深いようなタイプとは違ってサラサラと、そして、少し酸味を感じるようなタイプの味噌のスープでした。で、これにやっぱりバターとコーン合いますね。特にこうバターが溶け出して、そのバターの甘みコクがね溶け出すあたりがすごくいいなと思いました。で、自分は食べた感想としてはすごくね、味がむちゃくちゃ濃いっていうタイプじゃないんですけども、味を足したいというよりは次回もし伺うなら、まあ、バターをコーンに加えてもやしとかニラとかいろんなねこう野菜とかトッピングをどさっと入れてあのスープと一緒にいただくとさらにうまいんじゃないかなと思いました。まあ本当に味だけじゃないね、なんかいろんなこう記憶なんかを呼び覚ますような、呼び戻すようなお店いっぱいでした。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではでは、また、バイバイ。